とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。レベル1からスタートして、パワー251まで何時間かかるのでしょうか。やっていきます。今3時間プレイしてまして、3時間でパワーが37、レベルが20まで上がってます。まだまだ序盤だね。で、一応最後のラスボスは1回倒したんだよね。で、アドベンチャーまで、難易度を上げることができます。とりあえず今日は、レッドストーン鉱山、そしてサボテン峡谷の商人を解放して、で、ルーン文字を、いくつか探そうか。ルーン文字はね、クリーパーの森と湿っぽい、沼か、ここだけは取ってる。あと多分こことここにもあったかな。まあとりあえず、商人、そしてルーン文字を解放していきます。まずは商人だ。レッドストーン鉱山、商人いないね。多分あれか、クリア直前にいるタイプかな。多分そうだとは思うんだけど、全然いなかったもんね。で、アドベンチャーに変わった途端、難易度が結構上がった。まあ多分装備レベルが、パワーか、あれが足らないからだろうね。うん、あれが足らないからちょっと難しいんだと思うけど。あ、いた！商人あんなとこいた！わかるか、そんなとこ。昔俺ここで手に入れた。そうなんだ。はい。まあ、とりあえず、レッドストーン鉱山の商人ゲットです。あ、パワーを一番高くしてクリアしないといけないね。パワーを一番高くしてクリアします。サボテン峡谷来てまーす。ここだよね。とりあえずルーン文字は出るようになった。アドベンチャーに入ったら出るのかな。うん、アドベンチャー入ったら、取れるようになったので、そうなんでしょう。で、ここまだ商人がいないんだよね。どこにいるんだろう。まあいつものごとくクリア直前とかかな。まあ、とりあえずここで、ルーン文字が3つ目ですね。あと何個必要なんだろう。まあ、とりあえず3つ目。峡谷の一番最後ですね。これで終わりか。で、どこにいるんだ。多分最後にいそうなんだけどね。あ、いた！いたー！いたいた。オッケー。高級商人ですね。とりあえず、商人は全員解放できました。あとはルーン文字だね。では、一番パワーの高い装備をつけてクリアします。次はカボチャ草原のルーン文字ですね。ここはね、覚えてんのよね。で、あれだな、レッドストーン鉱山のところ、俺、取ってないね。どこだったっけ？あそこにも確かね、あったとは思うんだけども、どこだ？いや、記憶にない。どっかにはね、ある気がするんだけども、まあまあいいや、とりあえずここ、カボチャを取りましょう。スイッチここだったよね。はい。OK。これで、4つ目だね。うん。4。あと4つぐらいあるのか。確かね。あとなんだ、レッドストーン鉱山と、火事場でしょ？で、ハイブロックホールと、ラストステージ。砂漠の寺院？寺院ってあったっけ？わかんない。いや、でも、あるはずだよね。まあ、とりあえず、ここゲットでーす。あった！あった！ここか！ここか！なんだよ、もう。
ありました、レッドストーン鉱山発見。あーよかった。これで5個目だよね。うん、5個目の文字ゲットです。あと3つぐらいかな多分。で、ここクリアして、1時間半が経過しますね。うん、ようやく今日がおしまいです。結構上がったと思うよ。それでは戻ってきました。1時間半終わりました。合計で4時間半ですね。4時間半経過したところ、レベルは29、パワーは68、あ、いや、もうちょっと上がるな。68か。うんうん。パワー68。んで、商人は全部解放して、あと、どこだ？ここでしょ？ 1、2、3、あと4つかな？多分あと4つ。ルーン文字を取れば、ハテナハテナハテナが出ると思います。んで、69。とにかく、パワーが高いやつを買っていかないとね。上がらないので、あ、剣が、こっちの方が上ですね。おー、エンチャントがもう3枠ついてるやつが出だしたね。あ、いいんじゃないの？うん。で、氷の杖か。あ、氷の杖も買っといていいな。67。お、69。で、これで、あー、まだ69か。はい。まあ、とりあえず4時間半でここまで来ました。次の1時間半で、おそらくルーン文字全部解放できるかな。うん、多分できると思います。で、ハテナハテナハテナが出ると、パワー上げがはかどるので、もう一気に100ちょっとまでは上げれるんじゃないかな。はい。まあ、問題はそこあたりのミッションをクリアできていけるかどうかだね。まあ、とりあえずパワーが高いやつだけを狙ってるので、まあ、150ぐらいになったらエンチャントとかもね、厳選していきたいと思います。はい。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。